皆さんこんばんは、りょんくんチャンネルへようこそ。りょんくんでございます。本日はこのままいけば日本人で、一番最初に開封動画をアップロードするであろう商品が届きましたので、開封していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、届いているものはこちらでございます。いつも通りですね、マップカメラさんにお願いいたしました。こっちはビッグカメラさんですね。ビッグカメラさんから来ているこちらをまず開封していきましょう。あー、すげえ簡単に開くじゃん。はい、まずはこちらの商品ですね。シグマリイオンバッテリー BP51 でございます。ご存知の方多いと思いますけれども、こちらはですね、こちらのパナソニックルミックス G7 と全く同じ規格となっておりまして、全然問題なく使えるよというレビューが多い商品でございます。こちらをね、このバッテリーの予備バッテリーとして購入いたしました。ちょっと開けちゃいましょう。ちゃんとしてますね。さすがシグマさん、ちゃんとしてます。規格が全く一緒なんですよ。でパナソニックのカメラに入れても問題なく使えるということで購入させていただきました。まあ、多分問題なく使えるんだと思います。でこんなバッテリー用のケースもね、つけていただいております。じゃあこっちの本命を開けていきましょう。封印が解かれようとしております。よいしょ。はい、もうこの時点でお気づきの方多いんじゃないでしょうかね。ここからさらに封印を解いていきます。せーの、はい、こちらでございます。ルミックス DMC-GX8 でございます。はい、こちらをマップカメラさんで購入させていただきました。ではね、早速開封したいんですけれども、まだここでは開封できないんですね。今日がね、11月の16日でございますけれども、今週末、私は本当に大好きで本当に憧れている YouTube クリエイターのお二人とお会いする機会がありますので、そこでね、お二人の前で開封していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで、ここもう一瞬でお分かりいただけたかと思うんですけれども、はい、牛院さんのお家でございます。いやー、まさかね、こんな時が来るとは。ということで、まずはあの商品をね、まだお二人に何を開封するかはお教えしてないので、お二人のリアクションをご一緒にお楽しみいただければと思います。さあ、こちらですよ。こちらなんですけどね、よいしょ、いきますよ、いっちゃいますよ。はい、こちらです。もう分かりました、分かりましたか、これ。よいしょ。さあ、まずビニールを取りましょう。はい、そうです。これがまだ日本で誰も開封動画を上げていない GX8 です。 GX8 アホでしょ。いや、もうアホやっていう言葉をね、いただいたんで満足でございます。はい、もうすごいおしゃれに撮れてますけど、どんどん開封をしていきたいと思います。いいよ。はい、よいしょ。はい、まずね、いつも通りの CD とか説明書ですね。よいしょ。はい、開けるとこんな感じになってます。行っちゃいましょうか。いきなり行っちゃいましょうかね。期待通り黒い袋に入ってます。G7 の時は白い袋だったんですけど、やはり高級機ということで黒い袋に入っております。はい、行きましょう。GX8 来たー。
これ開封するのに16日に届いたので5日待ってます。5日お二人に驚いていただくために5日間待ちました、はい、今回は、マップカメラさんの、備品でございます。よいしょ、はい、はい、こんな感じでございますね。どうですか、もうパナソニック好きの方なら何度もチェックはされていると思いますけれども、こんな感じでございます。じゃあ、あと何が入っているのかもうちょっと見てみましょう。これがこれなんて言うんでしたっけ、これなんて言うんでしたっけ、あ、ストラップ、これがストラップです。なんでストラップが出てこなかったんだろうストラップが出てこない、はい、バッテリーですね、バッテリーチャージャーです。はい、あとはもう入ってないですね。はい、申し訳ないんですけど液晶保護フィルムをね用意してるので、ちょっとここで申し訳ないんですけど貼らせていただきたいと思います。はい、買ったものは健康さんの GX8GH4 共用のものです。気泡はちょっと残ってるんですけど、だいぶ綺麗に貼れたと思います。はい、なんでいきなり買ってるかっていう話なんですけれども、一番はもう完全にお二人にびっくりしていただくためっていうのが一番の理由です。で、あとはこの GX8 を買うお金を出すんだったら GH4 も買えたんですけど、あえてこいつにした理由っていうのは、完全にデュアル IS と、動画中の手ブレ補正っていうのにすごい興味があったからですね。はい、それが購入の経緯でございます。はい、でスペックをね軽く舐めたいと思います。こいつに搭載されているセンサーは、パナソニックで初めて搭載されている、2030万画素の、マイクロフォーサーズのセンサーです。あとこだわられているのは、ここのファインダーですね。このファインダーのスペックは、236万画素で倍率は 0.77 倍ですね。35ミリ換算で 0.77 倍。はい、で他のカメラどうなのっていうと、GH4 が 0.69 倍で G7 が 0.7 倍です。はい、なので、非常に見やすいんじゃないかなと思います。そこもね購入の理由の一つでございます。はい、はい、先ほども言ったんですけど、一番の特徴であるデュアル IS が搭載されています。はい、でデュアル IS についての詳細をちょっとここでお話ししますけれども、はい、この GX8 の手ブレが効く状態っていうのは、まず写真を撮るときなんですけど、手ブレ補正の機能がついている、レンズをつけた場合は、もちろんデュアル IS が効きます。で手ブレ補正がついていないレンズをつけた場合で写真撮影の時も、ボディ内手ブレ補正が効きます。で動画の時なんですけれども、手ブレ補正付きのレンズつけた場合はデュアル IS ではなくですね、5軸ハイブリッド手ブレ補正ですね、レンズ側の2軸と、ボディの、電子で補正されている電子式の手ブレ補正3軸で5軸の手ブレ補正が効くんですけれども、手ブレ補正の機能がついていないレンズの場合は、手ブレ補正が全く効かなくなってしまいます。はい、ここがちょっと惜しいところですよね。はい、それではですね、ちょっと GH4 をお借りして、はい、ここにね今手渡しいただいたのがアンソニーさんの GH4 です。アンソニーさんの GH4、 まさか手にする時が来るとは。大きさの比較ですねしたいと思います。で私の頭の中に入っているスペックは、横幅は完全に GH4 と同等なんですね。はい、以前の GX7 からするとだいぶ大きくなっていることがお分かりいただけるかと思います。はい、で縦ですね、縦の長さは、GH4 のが長いですね。こう見た時ですね、
こう見た時の幅も、グリップの分で GH4 のが大きいことが分かります。はい、あと操作系なんですけど、もちろん GH4 のが勝っていますね。はい、もうここの部分、ここの3つのボタンで、すでにボタンの数が、少ないことが分かると思います。ね、裏面を比較するとこんな感じですね。一応動画を撮影開始するボタンが GX8 の場合は、上に来てますね。 GH4 は、ここに来てます。なのでシャッターボタンと間違えることはまずないですね。はい、ちょっとね、今アンソニーさんからアドバイスいただいたんですけど、ここの GH4 の場合はここのダイヤルですね、ここのダイヤルが、GH3 同等で回せるんですね。はい、回せるんですけど、 GX8 は G7 同様に上下左右のボタンになってます。はい、はい、はい、であと今日やりたいことなんですけど、やっぱり今日ね、ファインダー覗きたいですよね。ファインダー、私ファインダー目的で買ってますから、ファインダーをどうしても覗きたいということで、電源を入れていきたいと思います。はい、レンズとね、バッテリーが入りました。はい、じゃあ早速こいつを起動してファインダーを覗いてみたいと思います。ちゃんと電源入ったんで、ファインダーを覗きます。マジで？これめっちゃ見やすい。ちょっとめっちゃ見やすい、めっちゃ見やすいですよ。これここでお二人にも覗いていただきたいなと思います。どうぞ。そんな見やすいの？めっちゃ見やすいです。えって何なの？1000円です。本当ですか？じゃあちょっとまず GH4。 はい、これがね、はい、うん、おどうです？広いでしょ。え、マジですごい。え、マジか、考えられんぐらい本当に。うん、まい。倍率何倍って言ったっけ？0.77 倍です。 GH4 は 0.69 倍です。 0.1 倍ぐらいの違い。もっと違うよ。あ、今これ16対9じゃないか。3対2です。16対9だとちょっと狭いかもしれない。あ、はいはい、あ、違う。違います、違います。ありがとうございます。はい、では次、ユインさんにもご覧いただきたいと思います。うんうん、どうです？うん、これで俺は全然見にくいと思ったことはない。はい、マジっすか。うわ、動画モードにしていいですか？どうぞ。うわ、めっちゃ見やすいわ。すごい。メモリーカードがありませんって言ってたけど。そうです、入れてないです。これはいい。これいいですね。これファインダーで撮る気になるね。これですよ。うん、めっちゃくっきりやわ。いいです。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今ですね、お二人にも GX8 のファインダーをご覧いただきましたけれども、他社と比較するとどうかっていうと、同じスペックでいうと富士フィルムの XT1 が 0.77 倍です。で、最近出た α7M2 だったり α7R2M2 は 0.78 倍ですね。フルサイズのファインダーと、ミラーレスのファインダーと比較しても 0.01 倍しか違わないと。
ということで、今回は開封とファインダーのチェックまで行いましたけれども、次回は、皆さんも多分気になっていると思いますけれども、デュアル IS ですね。デュアル IS が搭載されているんですけれども、この子の動画中の手ブレ補正ですね。デュアル IS ではないんですけど、この14140のレンズがついているときは、ハイブリッド5軸手ブレ補正が効くので、その検証を次回の動画では行いたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それではバイバイ。じゃあ回しましょう。はい、こちらもすでに回っております。本当ですか。はい、すごい緊張してきましたね。よし、やります。これ事前に家で撮ってきてるんですよ。軽く事前に家で撮ってきてて、そっからビンさん家に飛ぶみたいな感じになってるんですけど、置いて、置いてやります。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。これさ、ちょっと待って、はい、モペを動画モードにモペにして、どうぞ。何度でもどうぞ。見やすい見やすい、はっきり見える。これ今動画モード、動画モードですね。あ、ちゃうね。16対9でも違いますよね。っていうか、あのさ、持った時のその意外と持ちやすい。いいな、意外と持ちやすい。めっちゃいい。え、持ちやすいと思ったんですけど、ちょっとアンソニー選手なんかもっとなんかお弁当箱っぽいかなと思ってちょっと避けてたところがあるんやけど、でもこれをなんか GH4 とか GH3 のサブで使うにはちょっとしんどいかなと思って。なんで GH3、GH4 ってこの見にくいでしょうね、ファインダー。だって動画撮るんやったら液晶で見たらええんちゃうと思って、うん、なんかこう、かけてねって、なんか蹴られてるような気がすんね、うん、これで見てたら。あれなんですよ、うん、あのピント合わせたところが、うん、ちょっとぼやけてるように見えるんですよね、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、このカメラのこの辺をちょっと上げてみて見たら、シャープさとコントラストが全然違う。本当ですね。で、液晶もスペック上も確かに違うんだっけ。104万ドットですね。一緒だと思います。一緒？3型104万ドット一緒には見えんな。どっちの方がいい感じに見えます。え、それは言わへん。え、悔しい、言わへん。そこまあ、レンズ